こんにちは翔太ですえ今回なんですけど、えー、脅威ですね、えー、私、どうするか決めましたので、そちらについて話していこうかなというふうに思います。えー、まあですね、えー、脅威ですね、めちゃくちゃ欲しかったです、私は。でもですね、ちょっとやめておこうかなというふうに思っています。 一応ですね私が今まで使っていた脅威っていうのは UR 戦アバターまで解放していて花嫁もですね解放していてもともとエースとして使っていたキャラクター、えー、攻撃力度のでボギョムシーダメージ150%与えることができるっていうところであ当時ぶっ壊れキャラクターだったんですけど、まあ、UR アバターぐらい、まあ、SS、R、なんていうか,強か,ったかな、まあ、強かったかなというふうに思うんですけど、まあ、ちょっとですね、あのー、いや本当は取りたいんですよ。めちゃくちゃ取りたいんですけどあのー ちょっときついわっていうところで、えー、やめておこうかなというふうに思います、えー。っていうのがですね、ちょっと急遽ですね、えー、まあちょっとやるはめになりました VIP ギフトのところですね、ここでちょっと私結構2万円、2万は言い過ぎかないや2万ぐらい使ったなでも、うんまあ、1万2万元ぽぐらいですね、ここにちょっと飛んでしまったっていうところと、まあ,あとですね、来週、 来,来週か分かんないですけど、まあ、まああ多分来週、ですね孫将校も来るだろうと、まあまた、とりあえず予想としては来週来ると思っているので、えー、それを考えると、ですね孫将校は取らないといけないんですよ、絶対、何が何でも取らないといけないという中で、ちょっと脅威を取っ,脅威取ったら、ですねすっからかんになるんで、多分私の今の原稿とかが、鼻、まあの水引きとかも特にないので、まあ、ちょっとすっからかんになっちゃうよっていうところがあって。うん さすがに無理だなと思いましたんでちょっとやめておこうかなという,ふうに思っています、本当は取りたい気持ちでいっぱいなんですけど孫昌子は絶対取るんでそれは取ることがもうだいぶ前から確定している中で脅威、取りたかったんですけどね再販できたら取るかもしれないです、脅威めちゃくちゃ欲しいんですよ、私めっちゃ強くないですか、このキャラクター。 凍結、凍結キャラとしてめちゃくちゃ強いと思うんですよね。凍結どこにあるかっていうとですね、えーまあえー、致名ダメ、致名ダメージじゃないな、復活後の反撃ですね。えー、で、まあ、35%パートは敵2名に2ターンの凍結を付与できて、凍結2ターン以上だったら解除されないとかありますし、スキルにはですね、敵に範囲攻撃ですね、敵6名に2回攻撃して、まあ、毎回毎回ですね、凍結にすることができるんで、まあ、あの状態上態勢次第にはなりますけど、このキャラクターだけで敵6名を、 2ターン凍結にできちゃう。まあ1ターン凍結なんですけど、あのー、1ターンの凍結がついている場合は炭素をプラス1できるんで、まあ1回目で1ターンの凍結をつけて2ターン目はプラス1してあげれば敵全体を凍結にしちゃうんですね。このキャラクター。2ターンも。やばすぎないですかいや、めちゃくちゃ欲しいですよ。まあ、ちょっとスキル2にあるっていうところはちょっと微妙なところかなと思うんですけど、まあただ、あの結構このキャラクターって2枠目が適正かなと思っていて、えー、7覚醒までしてあげると、 え出,陣時出陣時ですね、えーと、目の前の敵を凍結罪悪にすることができるっていうところもあるので、2枠目にしておくと、まあ、相手のですね、えー、まあ前衛のキャラクター、2枠目のキャラクターを2ターン足止めすることができるっていう風なものになっておりますので、まあ、そこさえうまくやってしまえば、あのー、スキル2ですね、アクティブスキル2で凍結罪悪をばらまくっていうのは別にできるかなというふうに思うので、えー、まあ敵のスキル2をですねほぼ無力化して、まあ、バフとかも、ですねターン数次第ではあのー、もう完全に無効化してしまって、 まあ2ターン経ったら剥がれるバフも結構あるかなと思うんでまあ、そういったふうにですね無効化してあげて、えー、なんか変なタイミングでだから3えっ、ー、と234ターン目とかになんかスキル2が発動するみたいな感じに、えー、敵をすることができればですね、えー、少しタイミングをずらくすることによって かなり攻撃のタイミングをずらすことができると、まあ、ただ、このキャラクターの弱点としてはあのー、耐久ですねがあんまり高くないかなという,ふうに思っていて抵抗と援護とまあ皮肉の物理と防,防術防御力50%アップでまあ実質数値のダメージカットとしては65%あるいは82.5%というふうなところになるのでちょっと最近のキャラクターに比べると。 少し、えー、耐久性が低い、まあ、その回8人で回心ダメージを無効化することができるんですけどあのこのキャラクター自身が別にクリティカルを受けやすいかって言われるとそういうわけでもなくで私も結構私が戦う中ではレベル分子の高い部類になるのでクリティカルそもそも受けにくいと利子、まあ、みたいにですねあえてクリティカルが受けやすくなるような何かがあればあの別にですね、えー、クリティカル受ける受けることはできるんですけど、まあ、ちょっと8人によって耐久できるのかっていうところ。まあ、あのクリティカル 一定の攻撃を受けた場合はクリティカルを食らってしまうかなとクリティカルを受けることができるかと思うんですけどちょっと個人的になかなかクリティカルをそういったキャラ以外の攻撃で8人が生きる場面っていうのが少ないのかなというふうにちょっと思ってはいますうんっていうところでまあちょっとめっちゃ欲しいんですけどいや欲しいんですよ欲しいんですけどちょっとタイミングが悪すぎましたねうーんまあ一応もう少し考えますけどちょっと とさすがに、うーん、孫昌光がいなかったら取るんですけど、孫昌光がいるんで <laughs>、いるんで、多分1週間以内ぐらいに来るんで、うん、1週間以内は s いか、10日、まあ来週末までには来るかなと思うんで、ちょっと申し訳ないんですけど、今日、うん、欲しかったんですけど、ちょっと孫証拠に、ちょっと私はですね、えー、まあ、 資金力とととといいいいううううかかか原をまあちょっと定めておこうかなというふうに思ますどっちも取るってなると多分もう、原本、いや、どっちも取るっていうか、脅威を取った時点で原本がほぼゼロになってしまって、そこから損傷を取るって、だいぶな課金しないといけない、私的にはだいぶな課金をしないといけないので、ちょっとそれは申し訳ないです。 できないなぁと <laughs>、ちょっと思っておりますので、もう大変大変申し訳ないんですけど、うん、脅威はちょっと諦めざるを得ないっていうのが正直なところですね。いや、欲しかったなめっちゃ。いや、こん、やっとタンク取れるわーって思ってたんですけど、タンクキャラは私、まだ一体も持ってないですからね、いや、もっとハンニバルは持ってますけど、使ったことないですかね、なんか、 育成しようと思ってたらちょっと廃れてしまいましたね <laughs>。まあ花嫁描きましたけど、ちょっとあれも私的には微妙だったんで。いやーちょっとこれは本当にきついっすわ。うーん。まあ孫傷がね、経験値なかったら孫傷悟なんか取ってないんで。 あれだったんですけどうん、まあ、もし脅威取った方がいいよってアドバイスくださる方がいたらですね教えてほしいんですけどちょっと今の私にはいやめっちゃこの足止めは魅力的なんですけどうんちょっと取ることは難しいですね、まあ、ちょっとでもちょっと私今思っているのはあの私のパーティーってあんまり組,組み合わせが良くないというかあのなんかコンボをあまり狙ってないんですよ。なんか それぞれがそれぞれのために戦うみたいな感じなんで、まあ、もうちょっとですね、いや、例えば、この脅威であれば、雪女かえと組み合わせると結構いいじゃないですか、そういったですね、ちょっとこのキャラとこのキャラ組み合わせるといいっていうのがですね、あんまり私のパーティーないんで、ちょっとやっぱりちょっとスタノオと組み合わせるといいキャラクターみたいなのが来れば、ちょっとそっちは狙ってみたいなっていうふうには、まあちょっと思っています。 うん、そうっすね。まあ、ちょっと、うん、金曜日に来るキャラクターが、最近弓章来てないんで、弓章じゃないかなと勝手に思ってるんですけど、まあ、これはちょっとりごとなんで気にしないでほしいんですけど。それだったらむしろ、いや、それ取れるわいや、それ、いや、取れるまズ、あ、ナの水引きながらね、まだちょっと課金しようっていう気にはなれるんですよ。鼻の水引きがね、ちょっときついんですよね。 うんまあ、その会見絆半分ですけど、コウモもないんですよね <laughs>。っていうところがあるんで、ユミショ最近、あ、サノオか、サノー最、サノオが最後ですよね。ユミショ来たなんって。ユミショ、サノオの後が、あ、そうか、サノオの後もシ u なんか。で、ルシファーで、って感じか。あ、じゃあ、まあ、順番的には、順番が守られるかわかんないけど、まあ、 弓翔の可能性もあるのかなというふうには、まあ、思うんで、まあ、ちょっと期待していようかなというふうには思います。最近は、あうんうん、そうですねえ。っていうふうな感じです。ちょっと脅威めっちゃ取る気満々だったんですけど、諦めようかなというふうに思います。うん残念。タイミングが悪かった。申し訳ない脅威。元エース、申し訳なかった。え今回の動画はここまでにしようかと思います。 これからも放置少女の動画を上げていくんでメンバーシップの登録、X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。